民主化を求める学生らを中国当局が武力で鎮圧した天安門事件から30年を迎え、香港などで大規模な追悼集会が開かれました。香港の広場には天安門事件の追悼を意味するろうそくを手に市民らが集まっています。昨日夜、香港で開かれた集会には主催者によると18万人以上の市民らが集まり、天安門事件の犠牲者を追悼しました。また台北でも数百人が記念集会を開きました。参加した台湾の副総統は、30年が経っても真相が分からず民主化の光さえ見えないと中国を厳しく批判しました。